モンシロチョウの正体。春になると畑や草原で見かけるモンシロチョウ、キャベツや大根などアブラナ科の植物を食べるため農家の人たちからは害虫として扱われている。そんなモンシロチョウ、実は日本のチョウではなかったと言われている。これには様々な説があるため断定はできないらしいが、一番濃厚なのは奈良時代に大根や菜の花を大陸から取り入れた際に日本に住み着いたと考えられている。しかし外来生物として駆除の対象にはならない。実は外来生物法の規定上、法律上の外来生物とは明治時代以降に日本に導入された生物種と定義されている。だからモンシロチョウは外来生物防除の規制対象ではない。